2003VS2 とは太陽系外縁天体に属する小惑星の一つである。2003VS2 は海王星とに3の軌道共鳴をしている冥王星属の小惑星である。冥王星よりも若干遠い59億3600万キロメートルの軌道長半径を持つ。離心率や軌道傾斜角は 明王星よりも小さく、それぞれ0.082と14.78度である。光天周期はほぼ250年である。2004年11月13日に近日点を通過したばかりで、次回は2254年頃になる。2003VS2 の直径はよくわかっていない。ハーシェル宇宙望遠鏡による2012年の最新の 観測では 488.6km から 558.1km であり、おそらく 523.0km である。この程度の直径の場合、自身の質量によって、静水圧平行形状になっている可能性があるため、純惑星の候補となっている。この大きさは、小惑星体の小惑星ベスタより、若干小さく、土星の衛星エンケラトゥスよりは大きい。 ベスタは岩石天体、エンケラドゥスは氷天体であるが、どちらもほぼ休憩をしている。2003VS2 の表面はスペクトル分析から水の氷でできているが、表面の色は赤色をしている。これは太陽系外縁天体ではよく見られる性質である。アルベドは15%程度である。仮に直径が 523.0km の場合。 平均密度が2グラム毎立方センチメートルと仮定すると推定質量は6 0 1 0 2 0ラムとなる。高度の変化から自転周期は7時間25分であると推定されている。また表面温度は約摂氏230度と推定される。2003VS には地球近傍小惑星追跡によって2003年11月14日に発見された。 しかし実際には1991年9月17日に最初の観測がされていた。直径の測定は2007年にスピッツァー宇宙望遠鏡が初めて行い、この時には5 2 5トルから9 2 5トルと測定した。しかし現在では上記の通り若干小さい5 2 3 0トルが最も正しいと考えられている。 ありがとうございます。